MyUQ モバイル ID を確認する方法をご説明します。この動画は2021年9月1日以前から UQ モバイルをご利用のお客様が対象です。2021年9月2日以降に新規で UQ モバイルにご契約いただいたお客様は MyUQ モバイル ID は発行されないため操作は不要です。1. MyUQ モバイルに MyUQ モバイル ID でログインしたことがある方、 UQ からのメールで確認する方法。 MyUQ モバイル初回ログイン時に初期 ID からお客様の任意の ID に変更をお願いしています。任意の ID に変更するとご連絡先メールアドレスに新規 ID 登録完了のご案内の E メールを発送しています。メール文中の MyUQ モバイル ID をご確認ください。 2. MyUQ モバイルアプリで確認する方法。MyUQ モバイルアプリをご利用の方は MyUQ モバイルアプリをタップします。画面下部のマイページアイコンをタップします。ここから MyUQ モバイル ID を確認することができます。3. MyUQ モバイルにログインしたことがない方、2021年9月1日以前に UQ モバイルをご契約いただき、かつ MyUQ モバイルに一度もログインしたことがない場合、 ID は初期 ID に設定されています。初期 ID は新規ご契約時にお渡ししたご契約の内容書面に記載の受付番号、または新規ご契約後に発送している E メールに記載しています。 4. UQ からのメールで確認する方法。 毎月15日前後に送信している MyUQ モバイルサービスご利用金額のご案内の E メールにも ID を記載しています。